月にセカンドシングル頬にキスしてをリリース、そして来週7月3日にはサードシングル夏祭りをリリースします。アイドルソングを中心に21世紀最初のスーパースターアイドルをキャッチフレーズに活動しているユニットです。はい、はい、というサムネさんなんですが、はいはい、夏祭りすごい流れてるよね、渋谷とかで。渋谷とかで、三味園のですか。うん、三味園。本当ですか。ところで、なんかこの間私にマルヒュー行ったら、三味園みたいな。知らなかった。なんか来てる、めっちゃ。Yeah.
他の2人は。私は、ヨーマさん。ヨーマさん。はい、逃げたのって思ってます。なんでまた遊ぶの？ちょっと違います。はい、別に今すぐとかじゃなくて、はい、サミューで頑張ってって頑張って、ね、はい、そうです。じゃあ、レイカちゃんは。私は、噛むんです、すごい、めっちゃ喋ってる時に噛むんですけど、で、MC 中とかもすごいテンパるので、めちゃめちゃ喋ろう。うわ、いい子マジでいい子すごい、バラエティ、テレビとかを見てて、すごい本気でやってる、それ本気でやってます。え、あのマネージャーさんに言えて言わせない、大丈夫です。めっちゃ嬉しい。なんかね、これがお世辞だとしても嬉しい。すごい喋るの上手になりたいなって思います。え、でもレイカちゃんがやっぱおしゃべり担当なの？なんかずっとね、そうです。そうです。でもなんか私喋るのちょっと苦手っていうか、あんまりまとめて喋りたくて、だからレイカちゃんがまとめて、まあ、リーダーではないの？リーダーではないです。リーダーは西園美鈴ちゃんなんです。あ、いるんだ、リーダー。はい、はい、普通だけど、まあ、ムードメーカー的なことってことですね、リーダーちゃんが。はい、はい、はい。ということで、まだまだ続きますが、ここで曲をお送りしましょう。それでは、サンミューさん、曲紹介お願いします。はい、次聴いていただく曲は、ライブで大盛り上がりになるような曲になってます。はい、それでは、聴いてください。来週水曜日、7月3日リリース、私たちの新曲です。サンミューで、夏祭り。北海道北見市出身の菊ちゃんみです。さあ、引き続き三乳の野田真美ちゃん、長谷川玲香ちゃん、山内遥香ちゃんとお送りいたします。よろしくお願いします。たくさんちょっとメールが届いてるので、はい、紹介しますね。はい、ラジオネーム佐藤ロマンさんです。三乳の皆さんはポニキャンアイドルクラブでアイドリングメンバーと共演していますが、どんな印象を持ちましたかと来てるんですが、はい、私はいなかったよね。そうですね。で、アイドリングメンバーも何人かと共演したってこと？そうですね。はい、結構ポニーキャンアイドルクラブで、うん、メイン MC の方が吉田さんっていう方なんですけど、うん、そのサブ MC っていう形で、うん、アイドリングの皆さんがやってくださるんですけど、そうだ、誰がやっても MC 上手だなって思って。え、もう何回も共演してる？3人ずつで出たりとかするので、全員が全員ってわけじゃないんですけど、何人かの方と一緒にやらせていただきました。でも小島、小島って書いてんだけど、小島と共演したってこと？はい。私は小島さんとないです。小島さんと共演した、はいはい、原田さん。はい。どうだった？小島ちか多分18とか19同い年くらいですね。その時の企画が、友達を作ろう。
僕は正直安直なネーミングだなと思いましたが、もし一時的に三乳以外のグループ名を名乗れるとすると、どんなグループ名にしたいですか？三乳を、これは誰が決めたの？三乳、はい、っていうのはもともと私たちが、うん、8人組になる前に選抜とかを行ってきてたんですけど、もともとがニコニコ動画っていう動画サイトでできたグループで、三ミュっていうタイトルで番組名をやっていて、アイドリングと一緒な感じだ。じゃあアイドリングっていう番組やって、そっからグループみたいな。そうなんですよ。だからそのまま一回グループ名決めようかっていう企画があったんですけど、その三ミュでずっと番組をやっていたので、三ミュがいいなってなって、そのままでいこうみたいな、はいはい。それでみんなは